こに置く。いい場所を見つけた。やっほー、アンコールガールお疲れ様です。ありがとう。ありがとう。こんばんは。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとう。ANN の24時間楽しみ楽しみ。ご飯も何やるんやろ。なんかクリスマスやから、なんかクリスマスにかけたなんかちょっとおもろいことやりそうやな。何やるんか全然何も知らないけど。お疲れ様でした。ありがとう。今さっきまで NMB のマージャンしてたんだけど、ご飯にの通知ですぐにショールーム来て、わーありがとう。今もマージャンまたしようと、最近してなかったから。最近可愛さましてて嬉しい。優しい、嬉しい。こんばんは。こんばんは。すき焼き VS 焼肉やってる。今日焼肉食べた？いいね。ONN24 時間でパクパク亭のコーナーあったらな。わあ楽しそう。でも何やるんやろ、何にもわからんけど、朝から歌うのも やばいの。去年やばかったの。あれも朝の4時ぐらいに出発して、それで8時ぐらいから歌ってました。7時か8時かそれぐらい。かわいい、ありがとう、優しい。うまかった、わーい。コウタに会えて嬉しいとき、嬉しいとき。わ、なんかこれ何なの？これタレみたいなやつ何？わ、タレと卵きた。コウタ、クリスマスプレゼント何をお願いするの？まさかの車。何にも考えてないけど、もうパパからコハクリスマスプレゼント突然もらったんですよ。それもまめに書いたんですけどね。年齢的に深夜の企画でさ、何やるの？全然何も知らん。白いプラスだからもう1年、ほんまに早すぎる。歌唱力決定戦1日目、11位立派でした。わー、ありがとう。今夜から中でやってもらって、今ニヤニヤしている。しちゃった。チュ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 。私の YNN は何やるんだろうね。ね。でもなんかもう絶対面白いことやろ。でもなんかクリスマスやから、クリスマス的なやつがなんかありそうですよね。みんなクリスマスの予定は？ケーキとか食べたりするの？音楽企画またやったらいいんやけど。みゆがやってたやつか。今年のクリスマスケーキ食べるよ。ANN の見る
24時間配信見る予定。クリスマスは関西行こう。おーいいね。コハはね、あの1ヶ月ぐらい前からなんかコハ仲良しの友達がコハ含めて3人いるんですけど、あのちいかわっていうキャラクターあるじゃないですか。3匹なんていう、なんか主要なキャラクターが3ついるちいかわっていうキャラクターがあって、でそれで勝手にあの私はこれでみたいな、勝手になんかその身内ネタでなんかやってるんですよ、私これでみたいなやってて、そう、それでそのコアの友達がなんかちいかわのケーキがあるみたいなのを見つけてきて、ちいかわのケーキって言ってもなんかそのイオンとかに売ってるなんかその分からへん、どこに売ってるか分からんけど、なんかまあ紙が刺さってるみたいなやつやんねんけど、ケーキは普通のショートケーキやと思う。なんかそれを食べたいって話をしてたんですけど、そうだけどちょっとクリスマスは YNN さん、あ、ファミマなんや、ファミマか、ファミマみたい。そう、それでそう、なんかケーキは普通やけどめっちゃ可愛いんですよ、それがちいかわが刺さってて、で仲間たちも刺さってて、 でもこっちちいかわやからこれ食べるやんなみたいな話をしてたんですけど、そう、それできるかなみたいな、クリスマスらへんで。あー、ハートありがとう、ウォークマンのうちさん。 YNN の方多いね、三国同盟、高校の時の友達。いつもちいかわのあの漫画が更新されたらみんなで送り合ってる。そう、うん、あのケーキかくもやったけどちいかわの髪刺さってるだけやしなってなった。めっちゃ一緒やん、ほんまに髪だけやねん、味はめっちゃ普通そうけど、その刺さってるちいかわがめっちゃ可愛くて、そうなのよね、だからそれ食べたいなって思うっていう話したぐらいかな、コハウのクリスマスエピソードは。あ、ていうかクリスマスなんかパパがあの家族でなんかもう旅行行こうみたいな感じで、なんかそのホテル旅館みたいなとこをパパが予約してたんですけど、そう、 YNN さんの24時間配信入ったのあるみたいなんで多分行けないですね。いや、お疲れ、ありがとう、山 B さん。クリスマス家でツリー飾るの、え、ツリー飾ったことないかも。あ、昔は飾ってたかな、昔飾ってたけど最近は全然クリスマスないかも、やってない、ツリー。今夜がチーカー好きな、今度劇場行くときはチーカーのマスコットつけてきて。わー、母はね、ちなみにチーカーのね担当何でしょう、めっちゃ勝手に決めてるだけやけどな、これはコハたち友達の中で勝手に。YNN で行けない、そう、 YNN で行けないんです。わあ、なんかまた変な現象来た。よっしゃ、治った。パパに予約変更してもらおう、うん、たまにショールーム縦になるんだよね。クリスマス公演ないよね、多分ないよね。コハには8割っぽいけど、正解、やば、すごい。そう、コハはなんかあの青色の耳みたいな感じの子、すげえ。副隊長の活動することある。え、でもさっきもあのユナと喋ってたら、ちかしげさんがあのこれがパクパク隊かって言ってきたから、あの勧誘しときました。クリスマスは新しい馬がうちの職場に来るし、うえー、すげえ、馬が職場に来るとかもすごすぎ、馬乗ってみたいですね。今度ショールームでカラオケするときコハタだったらたくさん聞けたらな。あ、じゃあまた今度しよう。
昔は24時間の時は外回りの役目があったからコハタン&コハパパで外回りやるしか、そんなんもあったんよ。こっちからするとクリスマスにコハタン見れるの幸せ。8割でまさかの当たり、そうまさかの当たり。チカプーパクパク隊に入隊、チカプーさんも勧誘するなんて隊員不足が深刻。ごめん世界。でもでも俺食べるの好きやからなって言って立ち去ってたから多分入ってくれそう。あ、ハートハート、ミクちゃんとリンさん、いつでも濡れに来ていいよ、バイ。ハートハート、バイ。クリスマスな、ちょっとこれはポッペハート。これクリスマス食べれるかな、チーカバのケーキ。そうパパはだからショックを受けてましたね、マジでって言って。コハタンナンコールガールのシングルが大好きです。ジングル歌のやつ、なんかお弁当買いに行ってる姿しか想像できひんくなった時間は死ぬ。めっちゃ面白い。あ、トムサブバラありがとう。大学は進級は大丈夫そうかな、やばそうかな。多分大丈夫、進級はな多分。シナモンのパジャマ可愛かったよね、でしょ。なんか妹が何だっけ、送ってきてくれて朝 LINE で、それで、やばいやばいやばいって言って、ママと一緒に、ママと昨日一緒に行って、そう、そしたらなんで帰り道に用事行った後に何だっけ、そう買いに行きました、もう発売日に。わあ、なんかこれ何、タレと卵、かわいい、美味しそう、お腹空いてきたな。ケーキの予定1日ずらしてもらうとかできないの。なんかまだ予約も何もしてなくて、ただ食べたいなって言ってて。皆さんごきげんよう、自分で作詞作曲、アミルさんなんです。これアミルさんが考えてくれて、作詞も作曲も。そう、歌姫ナンバーの歌姫のアミルさんが。あ、トゥイティさん、ハート、ハート。アメルさんすごい、ほんまに。アメルさんほんまにすごい。そう、シンガーソングライターアメルさんが考えてくれました。すごいです。あ、またわあ、タレタレ、焼肉のタレと、あ、これは卵。卵、卵、卵、美味しそう、めっちゃこれ、このギフト。うわ、やば、これもやばい、ノブさんのこの何、焼肉じゃない、すき焼きのやつやばいな、今日ね、今回最近のやつやばいの、めっちゃお腹すく系や、しかもなんかちょっとリアルやし。歌唱力の一戦めっちゃ感動した、またカラオケ配信して、またする。めっちゃ美味しそう、並んでるやん、あ、いなくなっちゃった。うわ、またや、またこれは焼肉、やば、すごすぎ、わーい、めっちゃ美味しそう、絶対美味しいやんこれ、もうだって、あ、めっちゃさ美味しそうな顔じゃない、色してるもん。すげえ、お肉見た瞬間ガチでお腹鳴った、もうなりそう、ご飯も。
じゃあそろそろランキング読みます。13位ゴッドちゃんさん、ありがとうございます。そして12位はゆうすけさん、ありがとうございます。そして11位はせいひろさん、ありがとうございます。そして10位はひでおさん、ありがとうございます。9位はももくまのうちさん、ありがとうございます。そして8位はえりなさん、ありがとうございます。そして7位はみものさん、ありがとうございます。そして6位はラミヒーさん、ありがとうございます。そして5位はよしみさん、ありがとうございます。そして4位はしんごさん、ありがとうございます。そして3位はヤマピーさん、ありがとうございます。そして2位はトゥイティさん、ありがとうございます。そして1位はノブさん、ありがとう。お肉、美味しそうなお肉お肉食べたくなってきたな。みんな配信見てくれてありがとう。じゃあまたみんなショールームのフォローとかツイッターのフォローお願いします。じゃあまたね、バイバーイ。見てくれてありがとう。